強してるけど、何の勉強してんの？ちょっとある研究をしてて、いろいろあるんです。試験も近いし。彼女のあだ名は研究さん。いつも何かを研究しているが、何の研究をしているかは謎。そんなに勉強して楽しい？私はね、学校行くよりもブルース・スプリングスティーン聞いてた方が1万倍勉強になったね。勉強は大切です。人は死ぬまで勉強し続けなきゃいけません。くだらないこと考えてる暇あったら勉強したらどうですか？編集率は言えますか？ 3.14 3.14159265359。 私は永遠に言えますよ。はぁ、集中できない。みんなうるさくて集中できません。皆さん集中力はあるんですか？集中力、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 あ、集中力がない、やる気が起きない、こんなんじゃやばい、集中力に時間も持たない、同じことは飽きてしまう、集中力、集中しなさい、集中力、集中が足りない、集中力、またスマホ見てんの？集中力、集中力、集中力、集中力。わかりましたか？集中してください。集中、勉強に一番大事なのは集中です。はい、勉強します。でも外に出れないと試験にも行けないんだよね。それまでには出ます。なんとかして。私ね、ずっと不思議に思ってたことがあるの。この前シオネムが何かしらの敵に襲われたでしょ。で、その前に研究さんがいなくなったんだよね、一瞬。あれなんか怪しいっていうか、研究さんなんか知ってるんじゃないかなとか。あの時敵は覆面かぶってたからよくわかんないけど、ずっと研究してるのも私たちのこのリモート生活を研究してるんじゃないかなって。だってさ、この前のメールで書いてあったじゃん、裏切り者がこの中にいるって。私が犯人って言うんですか？あなた失礼です。言っていいこととか悪いことがあります。私も被害者です。まあまあまあ、みんなで協力してさ、外に出ようよ。メールなんて書いてある？早く謎を解け、ここに閉じ込めた犯人を見つけろ、さもないと君たちは永遠に家から出られない。みんなを疑い始めていた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。